エンド FT は最初のキャブユニット型機関車の一つである。キャブユニットとは機関車の形態の一種で、箱型の車体で運転室があるものを言う。しばしば運転台のない同型の機関車と連結して使用され、カーボディユニットと総称された。カーボディユニットのうち、運転台のあるものを A ユニット、ないものを B ユニットといい、キャブユニットは A ユニットに相当する。 ブリッジトラスの一体型ボディを持ち、車体を強度メンバーとしている。フレームから立ち上がった車体はそのまま車腹を呼び、車長いっぱいに伸びている。そのため、運転席からの後方視界は非常に悪いので、キャブユニットは後方確認が重要でない状況で使用された。車内には点検用の通路がある。キャブユニットはフードユニットに比べて空力に優れており、 ストリームライナーと総称される流線型の列車を牽引した。近年、機関車メーカーは、車服一杯の本線用機関車を製造する際、キャブユニットではなく、カウルユニットを採用するようになった。カウルユニットは、フードユニットをベースに外装を車服一杯のものに変更したもので、キャブユニットと異なり強度は大枠のみが負担する。詳細は、カウルユニットを参照。 イギリス国鉄37型ディーゼル機関車は、イギリスにおける、キャブユニットの例であるが、イギリスでは、キャブユニットとは呼ばない。イギリスの他の機関車と同様、両端に運転台がある。日本では、d f 5 0系、DD54 型、d f 2 0 0統等が、現義でのキャブユニットに相当する。こちらも、イギリスの場合と同様、いずれも両端に運転台が存在する。 ありがとうございます。